言いました。それからこの場合は勝負は2分間一本勝負に飯田さんなるわけですよね。2分間の間にどちらが先に1本を取るかというルールになっております。この1本の判断というのはどこら辺でするわけなんですか。まあ、特に1本というものはですね、はい、まず、非常に、いいタイミングでですね、はい、適正な間合いで強い技が入る。で特にその今の技のように手を抑えた場合ですね、それから投げたり崩したり。